なるお。はい、なるおです。七北田川の河口、蒲生の方に来ました。前回ヒラメを釣った場所ですよ。バカな一つ覚えで、もうナイトサーフにドハマりしてました。ということでね、今夕方多分6時過ぎですかね。はい、まあ、ヒラメ、まあ、シーバス、まあ、シーバス釣ればね、まあ、自分の年内目標としている魚を全部釣ることになるんで、ね、とりあえずヒラメはね、あのクリアしたんで、次はシーバス狙いながらまたヒラメが来ればいいかなという形で、はい、今日は、まあ、ちょっとね、まあ、短時間勝負は朝仕事なんで、うん、ちょっと頑張ってね、まあ、ヒラメ、まあ、コチ、うん、シーバス頑張ってやっていきたいと思います。はい、準備ができたんで、とりあえずね、今から、格好の方に向かっていきたいと思います。今日はね、これグアドで最初やってみようと思います。前からちょっとね、デュオのね、水中映像をちょっと見て、うん、こうグアド欲しいなと思ったんですけど、なかなかちょっと出なくて、まあ、キャスティング多賀城店がオープンして4日目、まあ、たまたま鬼嫁と一緒にね、ちょっと行く機会があって、行って鬼嫁に1個買ったらということで1個買ってもらいましたね。グアド何色にしようか迷ってたらヒラメは何色がいいのとか、ピンクってのは、私もピンク好きだからこれにしなさいって言われて、マットピンクになりました。はい、ということでね、これで今から、はい、まあ第2のヒラメはとりあえず釣ったんでね、次は座布団ですよね。はい、とりあえずじゃあ今から河口の方向かっていきたいと思います。はい、とりあえず釣り場に着きました。やっぱ週末なんで、ね、若干人の方が 何組がいますね。はい、まあ皆さんシーバス狙いでしょうね。明かり消してますから、私ヒラメ狙いなんで半分ちょっと明かり消すともうあれなんで、もう全く撮影にならないので、まあ、とりあえずちょっとこの辺で、まあ、やってみましょうか。はい、ということで、ね、まずはグアドで、はい、ちょっとやってみたいと思います。ではまず1投目、おお、暗くて分かんないな、どんくらい飛んでるのか。あー、でもこっちだとまだ若干追い風っぽくなるけど、これサークだったら完璧あれですね、向かい風ですね。はい、結構水中アクションがすごかったから、これ、うん、YouTube で見るデールド、うん、すごい興味があったんですよね。もうすんごいな、これブロフィーみたいな動き方だね。コン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 って、シーバスは結構早巻きの方いいですよなんてことを言われてたんで、うん、ちょっと早巻きでまずやってみようかな。おお、すげえ、これはもうあれだね、ブロフィーと同じような動きだな。まあ、前回はね、ブロフィー 140S でヒラメクワスで、まあ A に関しては、まあ、アクションスリムのプリズムチャートあれでね、食ってきてるんで、うん、まあ今回もヒラメ釣れてくれたら嬉しいけどね。いや、しかしこれグアードってこれすごいな、アクションスリムと同じく魚釣れてんのかっていうくらいの感度でガコンガコン来んな。いや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 、うん、まあこれが、うん、すごい興味あったんで、うん、あれですけど、いや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 、まずまず、あー、でもこっちが風、結局なんだろう、サーフが風強くてもやっぱ河口とかだったらまだね、うん、波もないですし風下になること結構多いんで、意外とだから河口やるのもありですよね。だから、うん、それにもってあれですからね、やっぱり夜だと結構魚種も豊富っていうかね、うん、何気にヒラメも釣れてるし、俺の中ではもうだからもうハマっちゃいますよね、もう本当に。はい、じゃあもう早くあのヒラメの動画編集したいですよ。今ちょうどね、視聴者コラボ第4弾のね、あの撮影を
視聴者コラボの第4弾を今編集してるところが、ちょっと仙南財布に行くところを今編集中なんで、はい、いやーでもあのひらめは忘れられねえな。俺が初めてサーフで上田を着た場所ですよね、初めてサーフ釣りした場所で、ね、まさかヒラメを釣ることになるとは。すごいな、このガガガガガガンってこれアクション自体がすごいな。まあ、このグアドもね、何気に130ありますからね、結構何気に飛距離飛ぶぞこれな。130あるんで、やっぱりまあプロイとまあ10ミリしか変わりはないですけど、もうやっぱ動きがすげえな。いや釣れてほしいな。シーバスでもいい、これ早巻きどころだと結構ね食ってくるのかな。シーバスはもうほんと早巻きだってみんな言いますからね。あれでも2時間くらいでしょうね。ちょっと自分次の日本当に仕事で朝2時半起きなので、さあどうなんだろうね、この辺の方が明るくていいか。まあ YouTube 的には、視聴者的にはこっちの方が明るさ的にいいでしょうけど他のアングラさんからしたらもうあれだろうな、変にもう全身電球だらけの動画がいるような感じだろうな。だってそうしないと、だって YouTube だって画面真っ暗になりますよ。だってしかしこれすごいな、動きが。これ本当に感度がすごすぎるな。いやーこれディープウェーディングって、あの結構腰まで行っちゃった方がいいのかね。俺はほんと足つかるくらいでやってますけど、いやー結局あのウェーディング用のタモがないんで俺、だから結局もうかかった時は結局もう後ろに下がってもうそのまま引きずり上げるしかないんで、そう考えるとあんまりね、あっちに行くのもちょっとあれなんで。前回もそれで釣れてますからね、ヒラメが。まあ風向きもまあ追い風になってるんでまあいいでしょうけど、あとはちょっとねグアドはちょっと面白い動きするんであれですけど、まあちょっとあんまり当たりもなければあれですね、ちょっとカラーチェンジとかね、いろいろ身辺関係ちょっとやって、あすごいなこれ、ゴゴ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 ゴって。でも今日10月1日なんですよ。10月2日か今日、仕事が久々に連休だったんでね、ほとんど釣り行かないでもう家に引きこもってひたすらちょっと編集ねやって、とりあえずあの一気に1日で3本くらい編集して、今日も、2本編集して、結構まあ遅れてる部分をちょっとね、時系列縮めれたかなって感じですかね。いやー本当にもう1ヶ月前の動画上げてるの感じだったんで、それが多分1週間くらい前の、動画までちょっとね時系列縮めることできたんでね、ちょっと本当に編集をちょっとあれしとかないと、もうなかなかね更新頻度を上げちゃうとやっぱ再生回数も伸びませんからね。まあ一番毎日投稿みたいな感じで出せれば一番いいんでしょうけどね。まあ釣りやって編集やってとなると大変なんですよ、仕事やりながらね。これが専業になれば一番いいんでしょうけど、いやでも今日 A だけは勘弁してくれよ。俺 A 一人で状態で釣ったことないんですよ。いつもね誰か彼がいる状態でみんながあの A 外してくれてるんで助かってますけど、自分一人でね、対処したことないので、エイだけはちょっと勘弁してください。あんまりひどかったら、本当にもうリーダーからぶち切って、もうルアー諦めるくらいの覚悟なんで、本当に。
ね、刺されたくないんで、うん、まあとりあえずなんか食ってくんねえかな。しかしこれ動きがすごいな、カコカコ魚が釣れてんじゃねえかっていうくらいの、あれだな、サーフだとここまで感度バンバン出ねえだろうな、やっぱ加工だからこのダイレクトに行くんだろうね。ほれちょっとあれかな、カラー的にピンクじゃないのかな。ちょっと前回 A を引っ掛けたプリズムチャートに変えてみようかな。どうしようかな、ウェッジにしようかアクションスリムにしようか迷うな。アクションスリムでも投げてみるか、とりあえず最初デュオで、デュオ系で攻めましょうかね。はい、アクションスリムプリズムチャートまずこれでやってみましょう。120ですね。まあグリーンコール、まあキャンディーだからよく分かりますが、まあとりあえずグリーン系のやつで、はい、いきます。はい、ローリングスティックちょっとこれやってみます。ちょっと赤系でちょっと攻めてみましょうね。はい、前回ヒラメをヒットさせたプロイン 140S です。はい、これでいきます。もうバカな衝動っぽいですよ、もうヒラメをヒットさせたレバーですから。はい、キャンプライトのカットビボー、はい、シャドーライトですね、これは。はい、ちょっと若干軽めのやつです。はい、ということでちょっとこれをブー投げでいきましょう。はい、カビキング、はい、こちら 105HS ですね。はい、まあ、使ってみたいと思います。カラー的にちょっとね、黄色っぽいのちょっと、はい、うわ飛ぶなー、ヘビーシンキング。はい、ウィングビームの80ですね。はい、これでいきます。110か5迷ったんですけど、まあこっちで実績になるこちらの太鼓とカラーをちょっとね、はい、失礼しました。距離から言っても一番飛ばせる近辺なんで俺の中で。これはい、グアドに、はい、戻しました。これでやってダメなら今日はこれで帰りますなんだかんだ2時間近くやってますからね。はい、今日はね、鬼嫁に買ってもらったクワードで、初めてクワードで終わるという、はい、そういう感じですかね。まあ、今日はクワードを買ったからクワードを投げてみたかったっていうのもあるんで、まあこれでどうだろうが、食ってくれば面白いけどな。なんか今日はダメだな、動画お蔵入りかこれお蔵入りにしそう、多分お蔵入りだろうね。取れ高が全くないもんだって。さあもう今の私にはさっきも何もないぞ。お、ヒットヒット、来た来た来た、なんだこれ、なんだ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 このヒギは。おお、なんかあらぶヒギ来た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 、こっちが芝生、うわこっちみたいに来たな、なんだこれ、こっちにコン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 って、あらぶ、ありがとうございます、来た来た来た、最後に最後に、ああ。なんだろなんだろ、おすげえ、あ、芝生だ芝生だ、えらい、えらあらいする、あーこれ芝生か、あーおーなんだこっちこれ、こっちだ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 よいしょ、お、でけ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 、おー、いいサイズ釣ったぞ、
やったやったやった。やったやった。おお、よかったよかった。加工で釣るこっちとあれだね、サーフで釣るこっちまだ引き方違うな。うん、あーでもよかったよかった、食ってきたね。見事に食ってきた。よかったよかったよかった。ああ、よっしゃよっしゃ。ああ結構大きいね。ああ、おお、56センチ。結構大きいな。この間の日野さんと同じくらいのサイズですね。はい、やべやべやべ、でかいでかい。よっしゃよっしゃよっしゃ、釣った釣った。すげえガッチリ口に入ってますよ。ほらほらこれ、ほらほら、がっぽり食ってますね。口にしっかり入ってますね。あー、ちょっと待っててね。あー、動画お蔵入りにしなくてよかったよかったよ。とりあえず、おお、すげえベイト、今イワシ吐き出してよ。俺はボラかこれ。すげえな、こんなの食ってんのかよ。すごいベイト、こんなの吐き出してきましたよ。ほらねえ、わすげえすげえすげえ。わ、取った。ほら、はい、56大きいっすね。はい、取りました。ということで今日のサムネです。はい、ということでね、今回は見事に56センチ、はい、こっち上げました。久々に50アップ釣りましたね。俺の中の最高記録です、これで56センチ。はい、ということで今回はこれで、はい、終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録の方、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今いよいよ釣りバトル開始となりました。はい、今皆さんが一斉にサーフに向かってきますね。はい、ということで、やべえ、すごい光景だなこれ一挙16人16人は結構圧巻ですねナイトサフヤスさんと佐藤さんと私の3人ですもん。ええ、ヒラメ、おおおお、すげえ。お、なんだこれ。お、こっちだ。おお、ヒットヒットヒット、来た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 、まあ、来た来た来た、マジで来た。